だいぶ日を暮れて、はい、寒くなってまいりました。寒くなってまいりました。結局ね、はい、ごめん、もう俺らだけ楽しかったいろんな人に声かけていただいて、いや、腹ごしらえもして、美味しかったです、ご飯。はい、美味しかった。はい、で、皆さんに声もかけていただいて、そうですね、はい、僕たちが楽しい楽しいお正月、はい、お正月休みですよ。お正月休みに行ってます。で、一応もうプレゼントは決めています。決めております。はい、今からそのプレゼントをね、迎えに行きます。はい、行ってきます。はい、はい、今ね買ってきましたよ、宗氏のお誕生日プレゼント買ってきました。はい、おっしゃって、じゃじゃーん、これです。宗氏の紙袋を買いました。いや、間違ってるよ。いや、間違ってる。違う、申し訳ない。いや、でもね、はい、これでちょっとすっきりしたよね。はい、ホッとした感じ。これで何ですか、何のこの迷いもなく大阪へ帰れます。うん、帰れます。はい、ちょっとね、大阪帰るとちょっと後ろめたさがあったわけですよ。そう、何もできてない。ただあいつからちょっとカメラ出してくれやって、カメラ借りてただ単に全部断られ続けて、はい、一瞬京都の嫌いになりそうになりましたけど、ね、タイミング土曜日は店長さんが休みっていうことが分かったので、はい、京都あるあるです。土曜日は店長さん休み。これは次回もしまた俺らでね、はい、撮影みたいな感じで、まあ、撮らせていただくことがあった時は土曜日を抜きます平日で行きます。はい、宗氏みたいに中身はですね、またデビューで紹介してもらいましょう今からね、はい、宗氏にこのカメラを、はい、返しに行くという条件というか話の流れで、このステューシーの紙袋をですね、そうです、彼に渡してあげて、どういう反応するか、どういう反応をですね、撮りたいと思いますので、はい、はい、後ほど、はい、ご覧いただければと。中身はですね、またレビューの方でそれ言いたいだけですよ。また多分どうせ相手やりよんで、ね、全然乾燥してからならないまたやりよるんですよ、あれね。そうそう、何が言って抜けるのレビューの方で紹介しろちょっと今松本人志さんみたいな、ほんま喋り方すぐ言うやん。いや、たまにな、お前芸人さんの、うん、言い方よく、あ、ほんま、そう、アレンジして好きすぎて滑らない話の時、うん、若干ジュニアさんちゃうかな、ま、思うたり。確かに友達とか言われたリスペクトすごいからね。そう、好きやね。しゃあない、ね、将来の意味はジュニアさんと飯行くことやから。あ、めっちゃいいないつかそれに巻いてるみたいな、あ、ありますみたいなどこどこの来てやる、あ、わかりました、行きますわみたいな。いや、それいいな。はい、普段こうやってまたこうプリンってえんでってうぃーぶってネクリはレビューでーそれ言いたいだけやもん。中身はレビューでーすぐレビューするやろ、すぐレビューしよう。アホの人と思えるいや、ほんまあいつ同じメガネ4つ買うたらしいなそうやね、あの子ね4つ買うてたね。でもな、うん、4つ買うたやんって言ったら違う形ちょっとちゃうみたいな。何得意げに言うとんねん一緒や一緒、こうやって丸メガネ分けて一緒、ひっくるめたら一緒やということでね、はい、後ほどです。やっぱプレゼント目標達成したら元気になりますね。元気になった、はい、さっきまでマジ眠ったからね、はい、一言二言ぐらいしか喋ってなかった。いや、もっと喋ってた。はい、今日は中吉と末吉コンビでお送りしました。はい、お送りします。今から大阪の方に戻りたいと思いますので、はい、宗氏に電話します。はい、宗氏に電話しましょう。もしもし宗氏、アホということで、後ほど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何やねん、よろしくお願いします。内容は。ただいま宗氏を待っています。じゃあもうすぐザラってこと？なるほど。ね、ザラの前に信号があるから、そこを渡れる。今から、はい、焼肉をね。ただいま大阪。あ、大阪に着きました。はい、着きました。で、焼肉食べる前に、先に、そうちゃん呼んで。そうやね。で、これ渡す、このカメラ渡すっていうことで。そうです。で、その物を渡す前、この、カメラ渡す前に、ハッピー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 、多いな、ハッピーが、バースデーいいね、ハッピー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 、あ
か小5で見てちゃんとそのやろうもうすぐ来るかなパティかなあかんねんのやつやんけそれお前時計ないやんけやってみせえお前時計ないやんけのやつ時計ねうわめっちゃタバコ吸ってるめっちゃタバコ吸ってるもうそんなうわうわうわ消した消したまだ吸うまだそうし遅い遅いやんいやまだ吸うなまだ吸うなやばいもうええわ3回目やさ危な父ちゃんはいはい、What's up YouTube で What's up YouTube ですどうも、総集ミュージカルそうですねあれこの感じ初めてやる初めてよねこんばんは今、俺らの予想では、はい2部の後半後半です、2部の後半2部の後半、はい、2部あんのはい2部の後半で出てきてますお疲れ様ですお疲れ様です、はい、今日もお疲れ様でしたありがとうございます今日はね、はい、今日どうや入ってるよそうやね総集くんにいただいた、去年いただいたそうですねあの最後のキックスちょっと履かしていただきながら2人で京都に行きましたはいで今日行った目的そうちゃんは何って言われてたんですかねいや京都観光っていうかブラブラっていうか詳細を教えてくれてそうだよねはい何何僕ら実は目的がございましてあそうです、はい、お前ちょこちょこ出るな今日出たいの見切れてたもん、ね、今日何回かそうですね、はい、でケンスケ君のはいケンスケ君からケンスケ君から、はい、まあ宗師に宗師に誕生日プレゼントそうです本日わざわざ京都に、はい、ビビついてきてくれやって言われてマジでついてそうついてきたってくれやって言うけど、はい、そうついてきてもらって行きましたそれをしに行ってたん今日そうですで、せっかく2人で、まあ、撮るんで、ちょっと行って。せっかく、おせっかくね、一応メインや。メインやけど、はいはいはい、2人で、はい、行くならば、そうならば、ちょっとぶらり旅に兼ねてね、うんはいはい、やった方がいいんじゃないかなということで、借りたん。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。結論は、うん、楽しかったです。ドッキリですか？いや、ドッキリじゃないドッキリでやったらデートですデートでしたね本当にデートでしたねカフェとか行きましたカフェ行った二人でカフェの隅っこのテーブルでこじんまり飯食うとあー、合わせんかったけどあー、合わせんかったでも眠たなって眠たくていいってちょっと頑張ろう、二人でそうそうまあ、あのインスタのストーリーはね、ずっと見てたんですけど あ、そうやね、見てたね、ありがとうございますで、前置きはさておき、はい、一応、まあ職まみれやなそうそうそうお誕生日プレゼントとか思い出話っていうのもあれなんで、はい、一応物があるんで渡していいですかマジですかそうですうわっあーカメラですカメラです、まあまあ、こっちっどうやろうこうやな、はい、でねーでかっあなたの好きなスティーブシーですねはいさ誕生日おめでとうゆいや誕生日おめでとうありがとうございますじゃあ開けろや開けろや開けていいんすか後日レビューとかいらんね後日レビューとかいいから後日レビューいらないはいおおなんかわからんやろおおいや、すぐわかったわかったよわかったんや、見てたんかなわかんないなこれだぞやばいじゃーん正式名称忘れたけど玄関よくマットいや、これね買おうと思ってたいえマジではいいやなんかねまあ俺がパッて思い出したちょっと店員さんが言ってた思い出したんやけど靴の上にあ要はこれの上に靴を置いてシュッシュッってやるはいはいはいだからこれは玄関の前に置くんじゃなくて玄関に置くなるほどやから結構ね荒いんやってわざと合わせてだからで外から帰ってきた靴の底をそれでそうそうそうシュッシュと最悪を使い古したらちょっとサイドめに切ってたわしもできるからそれは言ってへんかった再利用もできるそれは言ってへんかったなおめでとうございますおめで
でとうございます。ちょっとここ丸くて楽しくて。オーケーです。ウェルカム。ちょっと、いいよ、いいよ、よかった。ありがとうございます。俺らぐらいしかウェルカムせんけどな。そう、本当に。はいはい。これはね、この京都店の店員さんか、店長さんから大江さん、名前聞いたら、あ、はいはいはい、いいんじゃないかな、うん、店長さんから あれですよね、宗志さんとよく梅田とか行ってらっしゃいますよね、うん、そうそう大きい、ね、そうあー、みたいですね、大江さんは、買ってながら知ってます、はい、で、そのお方からそう、大江さんの方からえお気持ち程度なんですけど、ってステッカーしかもなんかもうね昔のステッカーやったらしくてこれわかりますか僕らちょっとあんま詳しくないんだけどいいねもしよかったら、まあ、こういうのしか私できないんですけどって昔のステッカーもいただいたんでありがとうございますゴールドとシルバーだからこれ色だねマジでよかったはい一応なんか思ってたありがとうございますポストカードですねあポストカードやなポストカードだね、はい、これまた額縁に入れて飾っといたってことやあのデスクのところにそうはいなんで僕だけじゃないのああ大江さんの方からもいただいたので全身スケジュールなんでお前やありがとうございますはいよかったですまた京都の方にもお待たせいただきます、はい、じゃあ今からということでここ置いとこうか久しぶりに、はい、じゃあここやろうはいはいはいなんか懐かしな私の感じするやんはい、はいはい、閉めろ閉めるの閉めろ、ね、はい、ということで今日は、京都ぶらり旅そうですね、ビビン・ケイスケ編でしたで、プラス僕の誕生日まで祝っていただきましてありがとうございます今からね、焼肉食ってバイバイ嬉しいはいはい、ということで、また次回動画でお会いいたしますなんか変な感じやろお前な、最後だけ見て変な感じやろ変な感じやろということで、また次回動画でお会いいたしましょう See you later バイバイいつも以上に走れランナガン夢を追うならマジでランナガンガリの走法攻めのランナガンランナガンランナガンいつも以上に走れランナガン夢を追うならマジでランナガンガリの走法攻めのランナガン We're the only just begun ランナガン